にちは、Nです。今回は、夏の終わりのイベント2つご紹介します。我が家的なイベントですけど、まずは三河一色の諏訪神社へ、往生神祭りを見に行ってきました。で、諏訪神社というと長野の諏訪神社が有名なんですけど、そこからなんか分けられて分霊されてここがあるようなんですよね。で、歴史的にはなんていうのかな、海が近いんで、なんか海の悪魔から守るためにかがり火を焚いたのが最初だったようですね。なんか大昔なんかね、海から海魔が、悪魔がやってきて田畑を荒らして人畜に被害があったので、大かがり火を焚くことによって退散したということが始まりらしいです。で、大かがり火が提灯に変わって、その提灯がどんどん大きくなっていったみたいな、そんなところみたいですね。ちょっと西尾市のホームページからちょっと参照させていただきましたけれども、で、神社の中にこんだけ立っているので、そのいつも立っているわけじゃなくて、なんか祭りの前に柱を立てて屋根を作ってみたいな、そういうことをするみたいなんですね。大変大掛かりみたいですね。で、私小さい時に祖父母に連れられて一度来たことがあって、もうかれこれ50年以上前なんですけど、その時ものすごく大きくてびっくりしたことがあって、で、大人になって思い出して、行きたいな、もう一回とか思って行ってみたといった次第です。だから小さい時にたっきりですね。すごい久しぶりなんですけど、ただね、やっぱりね、小さい時に見るものは全て大きく見えるなという感じがしましたが、小さく見えると言っても、なんか小さいものでも6メートル弱、大きいものは10メートルぐらいあるらしくて、非常に大きいですよね。これ提灯ね。火が入ってないんじゃないかと思ったんですけど、昨今の LED の光が強くて火が入っていないように見えただけみたいなんですね。こうやって見てみるとちゃんと火が入ってるんですよね。で、火入れ式というのも公開されてるんですけど、なんかホームページによるとすごい人でごった返すみたいだったので、夜のだから11時ぐらいまで火が入るって言ったので、夫の帰りを待って3人でちょっと終わり頃に行こうっていう話だったんですけども、残念ながら夫がちょっとこの日残業で行けなかったので娘と2人に行ったといった次第です。愛知県の西尾市というのは三河湾に面したところにある、豊田市は内陸にあるんですけども、そこよりはちょっと南の方の町になるんですけれども、いい意味で田舎の風習がきちんと残されているところだなと思いました。私が住んでいる三河地区のちょっと名古屋寄りのところは、名古屋のベッドタウン的なこともあって、変に近代化というか、変にね、なんか省略されつつあるんですけど、それがなくていいなと、ここにたどり着く道を運転しながら感じましたね。
さて翌日曜日は、中京競馬場に競馬を見に行きましたというのも、あの名鉄杯が年に一度行われる日だったので行きました。名鉄というのはあの名古屋鉄道ですね。あの愛知県を中心とする大手私鉄の名鉄名古屋鉄道でございます。なぜ行くかというと、私小さい時から JR ではなくて、まあ、家の近くを通っているあの鉄道が名鉄で、よくこの Vlog でもあの電車の音が入るんですけど、あれ名鉄なんですよね。で名鉄昔はあの電車が鳴ってたんですよ。あの音出してたんですよね。それがあのいつの間にかあの聞けなくなったんですよね。でこの間知立駅で特急電車に遭遇した時にそのファンファーレを聞いて、もうむちゃくちゃ懐かしい思いに駆られまして、で、そのファンファーレが名鉄杯の中京競馬場の名鉄杯の最初のファンファーレに採用されているということで、なんとそれを聞くだけのために行ってきました。行きましょう。しかし私最初に思ったのは、やはりあのお金持ち施設だなと思いましたね。あのお金を落としていく人が多いので、そのさっきの歩道もすごく整備されていたし、その駐車場もきちんとされていたし、駐車場を誘導する人もちゃんと雇っているし、その道のサインもちゃんとあったし、すごくね、あのきちんと整備されている施設だなと感じましたね。やっぱりお金持ち施設だなと思いましたね。はい、すごいすごい、で後で出てきますけど、あのビギナーズセミナー、無料のビギナーズセミナーに参加させてもらって分かったんですけど、あの11番レースがその日のメインレースなんですって。いつもでそれがだいたい3時半ぐらいに開催されるので、で私たちが着いたのがそれの1時間半ぐらい前だったのかな。なので非常そこの、まあ、レースメインレースに向けて人が非常にたくさんあの来てましたね。競馬はギャンブルなので、私的な意見ですけど、あまり清らかなイメージがなかったんですけど、私たちがいた香港は、まあ、昔英国イギリスだったっていうこともあって、イギリスの競馬の感じをあの引いているので、非常にあの健全なあのハイソサイティなというか、まあそんな汚れたって言ったらなんですけど、そういったイメージがないんですよ。なのですごくね、競馬場も非常に綺麗で、美味しいレストランとかもあって、私もあんまり記憶に残ってないんですけど、あの結婚してからあの夫の家族と一緒にレストランに行かせてもらったことがあるらしくて、で夫もそれを日本の競馬場にもあの期待してたんですけれども、さすがにそのね、いいレストランというのは、まあ、普通の人が入れるようなところではなかったですね。あの高層階に行くと3階4階ぐらいに行くと、まあ、そういったちゃんとしたレストランはあるらしいんですけども、まあね、この日は初めての経験だったのでそこまで行きませんでした。今日は名鉄杯の日です。お世話になってます。娘が。
うわ、早っ。さてメインゲームです。名鉄杯でファンファーレを吹く楽団が入ってきました。もうワクワクです。もう周りもね、みんなカメラかけててすごく期待してますね。でこれなんで知ったかというと YouTube で出てたんですよ。でそこで調べて年に1回だけだと知って、でもうカレンダーマークして、もう絶対この日は行くぞと思って、もうねすごく楽しみにして来ていました。どうも。
パケン。ありがとうございます。うわすごいすごいすごいよビジネスワーク。ということで、メインレースの名鉄杯のファンファーレも聞くことができ、おまけに100円が3790円になるというビギナーズラックも得て、もうホクホクで帰るところです。で、建物は4階まであるのかな、3階4階は有料会員さんが行けるところで、ちょっと規制がかかってましたね。レストラン的なものもあるようでした。Thank you.